今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。はい、今日は美容室に行って髪を整えました。イエーイ。ということで、染めたてほやほやの髪色でございます。どう？ちょっと暗めに見えると思うというか、暗めだと思うんですけど、でもちゃんとね、ブリーチで、あ、ほらプリンも治りましたよ。はい、そう、まあ染めたてほやほやなので、またこっから色落ちして、また昨日までのに近くはなるけど、多分今までみたいに金髪すぎない感じになるんじゃないかな。なので、ちょっとなんか私も久々に鏡見た時に、なんか黒い人間おると思ってなんか待って、急に喉が、そう、今まで金髪だったんだけど、そう、なんか暗、この辺さ、黒髪ではないんだけど、黒髪に限りなくね、色としてはさ、まあ全然違うけど、黒じゃないけど、でもすごい、まあ近いじゃないですか。すごい、なんかこれはこれでちょっと気分が変わっていいなと思いましたね。うん、まあ多分色落ちしてまたハイトーンに見えやすくなるかなって思います。照明当てたら多分もうちょっと、例えば強くしたりとかすると眩しい。あ、ほらほらほら、透明感あるじゃないですか、この髪色が。眩しいです、この状態今そう、ちょっと好きな髪色というか、サブカルチックで結構好きですね。金髪もいい、金髪というか、あの明るさの金色もいいけどそう、洒落てますよね。ちょっと眩しいんで下げますけど、じゃあこんぐらいだとまだなんか何色っていう概念はなくてそう、何色っていう概念はなくて、なんかどっちかっていうと多分いろんな色を混ぜてるから、なんだろうね、この何色だろうね。でもちょっとこう紫みというか暖かい色も多分あるから、うん、結構お任せで作ってもらいました。なんかなんとなく普段はそのイエローみが強い、黄みが強いから、だからちょっと夏っぽくというか、そう、ちょっとなんかこう冷ためというか、でもそんなにこう暗くしない感じで、で、そうで、これになった、グレージュ、そう、グレージュっぽい感じ、グレーミ、なんかいつもはベージュが強いけど、今回はグレーミを強くしてみようかなって思って、そうそうそうっていうぐらいのこと言って、そう、そしたらこれを作っていただきましたいいよね、私は結構なんかこう気分が変わっていいなって思います。ちょっとその黒髪に近めでもあるし、まあ髪色多分すぐ落ちちゃうと思うんで、今だいぶ暗く見えると思うけど、ほんと何回かシャンプーしたら落ちちゃうと思うから、今できるコーディネートとか楽しみたいよねなんかさ今までのが金髪に近くて、まあ、いわゆるイエベだったんですけど、私ブルベなのかなって思ってってるから、どっちが似合うかなと思って、そのいわゆるこれってブルベが近いんですよ。ブルベ夏とかだと思うんですよ。そうそうそう、今までのは多分イエベ春とかのやつだったんですけど、これで髪色によってその顔色の格好が明るく見えたりとか、そう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 、あると思うので、あ、そう、髪も切ったんだよ、だいぶ長かったでしょ。それをね、今ちょっとこっちの片耳をかけたりしてますけど、下ろしてみるともう完全にボブっぽい感じになるし、こっちも全部上げると、まあ今ちょっと短いからこっち下げても可愛いけど、そう、いつも通りのショートっぽい感じ、こっちかけても夏っぽくていいよね
うん、喉が引っかかるね。さっきコーヒー飲んだんです。そう、これだとすごい短く見える。これはこれでありなんだけど、ちょっとここを垂らしてあげて、そう、こういう風にこういう感じでも、もうちょいもうちょいこうかな、こういう感じでもできる。うん、いや本当に良いよね。いや本当に嬉しい、なんか自己肯定感が上がる。そう、明日ね、そうオンライン、あ、じゃオンラインじゃない、オフラインおしゃべり会明日だよね。そう、明日オフラインおしゃべり会じゃないですか。でさ、プリンだったから。ここがね、金髪に対して黒くなっちゃってたから、ちょっとなんかどうしようかなと思って、で今日もともとその生えてたのがなくなって暇になったので予定が、じゃあ美容院行こうと思って美容院行きました。ね、そう、明日はハワイアンドレスのムームなんですけど、3人でおそろっち、ちょっと忘れないように LINE しとこ。あ、明日当日券あるやん。明日当日券あります。多分明日は完売してなかったような気がするので、まあね、ちょっと暑いですけど、ちょっとこの髪色の三村に一目でも、まあその当日のね券がないとあれなんですけど、例えばそのひのちゃんの分は取ってないっていう方もよかったら、昼だからね、そうこの前はね遅い部だったんですけど、今回昼なんで、気に入り気に入りお気に入り、え、色落ちが楽しみだな。な、今はちょっとなんか私もなんか久しぶりに落ち着いた髪色してて、なんか私じゃないみたいな見えてるんですけど、これで、また色が抜けて明るくもう一トーンハイトーンになった時に、そうどうなるかなって感じ。も色味が抜けてもっとシルバー寄りになるかもね、この色感だと。どうだろう、全然わかんない、普通に楽しみ。前髪もねがっつり切ったんで、今多分幼い感じになってます。そう、やっぱ前髪が短いと幼く見えるんで、でもさ、もうベストポジション、ベストの前髪の長さにしちゃうとすぐ伸びちゃうのよ、すぐ長くなっちゃうから、ちょっと短めに切ってますね、切っていただいております。次の公演がさ24じゃないですか。24の時の髪色がこれとは、これはないと思う、多分。普通にシャンプーちょっとするだけでだいぶ落ちると思うんで。楽しみ。そうだから髪色にね名前はないので、だから何ですか、何色ですかね、これ。わかんないです、ちょっとアッシュグレー、でもちょっとなんか紫っぽさもあるよね。でもなんかここまで暗いのもそんなにこう残らない形で入れられるんだなと思って、まあ残るかどうかはちょっと落としてみてからじゃないですけど、そう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 、嬉しいね。こ
ここ最近はずっとオレンジ系というか黄色系だったので、楽しみ楽しみ。まあね、せっかくならいろんな髪色を試してみたいなとも思ってて、それこそねインナーカラーとかもう、なんかこの髪色だったら中薄く明るいのなんか色入れても似合いそうだなって思って、うん、とても良いですね。ちょっとここのさ、ここの全然今違う話するんですけど、私首が短いんですよ。首が短い族なんです。でここのここがすっきりしてるともっと首が長く見えるんですけど、ここが肩が多分凝ってて、だから盛り上がっちゃってるんですよね。ここが本当はこうやっていけたらもっと首が見えると思うんですけど、もうゴリゴリいってる。まあそう、定期的にさちゃんと肩自分でほぐさないとダメだね。公園とかでトレーナーさんがね来てくださってて、それで体見てもらって、マッサージ的なやつマッサージなのかなあれ、そうっていうのはやってもらってるんですけど、そう、まあ、それもいろんなメンバーやってるから、そんな何つったらいいの、ゆっくり時間をかけてってわけじゃなくて、まあでも20分ぐらいか、20分15分ぐらい、そう整体に近いというかほぐすに近いのかな。そうちょっとこうやってさ、今右と左、いや何もわかんねえいやでもそう、ここが削れるだけで首元はすごくすっきりして見えるので、だから剥がしていきたいところではあるよね。私この服さめっちゃ久しぶりに着てさ、今までどこにあったんだろうっていう、なんかこの前家族が来てくれて、それで多分整理してくれたからだと思うんですけど、マジでこれ買ったことすっかり忘れてて、久しぶりに見かけて、あこれ今日いいじゃんと思って着ていきました。よいしょ、よいしょ。いやこれワンピースじゃない、上トップス通販で買ったやつです。去年の夏秋ぐらいに買ってると思うんだけど、全然忘れてたわ、今までどこに眠ってたんだろうって感じ。よいしょ、首が、よし、肩こり配信。いやそう、まあ肩はね常々凝ってるんですよね。あそう、何もさ無地だからさ、ネックレスこれどこで買ったんだっけ、ウィゴーで買ったなんか普通にアクセサリーないなって思って、なんかのね揃え、なんかコーディネートを揃えるときにちょうどいい長さのネックレスがないなって思って、いろいろ探した結果ウィゴーで長めのネックレス買ったっていうそれだけでござる。
1207日、ありがとうございます。いやこれがないとねすごいねなんか寂しいんですよ。だからこれあるとちょっとまあ今これがねあるのとないのとではだいぶ印象が変わるのでつけました。あんまアクセサリー普段つけないんですけど、なんかせっかくねこう美容室で可愛くしてもらえるからメイクもして、そうちゃんと起きてメイクもして服も選んでいきました。えらい、ハートありがとうございます。ギフトありがとうございます。なんか私昨日も話したかもしれないけど結構黒髪好きなのね、まあ、でも一回明るくして、だから黒髪にね、なんつったらいいかな、一回髪のまあ漂白ですよね、ブリーチ漂白をして、そこに黒染めしちゃうと次明るいハイトーンのいわゆる金髪とかそういう私が最近やってる髪色ができなくなるんですよ。できなくはないんだけど汚くなっちゃうのね、黒染めが残っちゃうから。そうだから一回ハイトーンにするとあんまり黒染めしたくないなって思うわけでございますよ。そうだ大変でしょ、わざわざブリーチねしてさ、なんそんな数ヶ月でさ戻すのもったいないじゃないですか。だから戻さないけど、そう戻さないけど黒髪は別に好きなんですよ、そのコーディネートとかキャラクターデザインとかとして。そうでこれはすごい黒髪に近しい色味してるし、黒髪そうなんか今日考えて、そう美容室行く時にそう、まあ、今日下もね黒いスカート履いてて真っ黒なんです体がそう体が真っ黒で、これね、このこういう、まあ、黒いコーディネート、黒のコーディネートに、黒髪だと重いだろうなって思って、だから私普段モノトーン黒白とかにワンポイントとかの色とかで着たりとかすることが結構多くて、だからそう考えると黒髪、まあショートだから多少重くないとは思うんだけど、なんかこう普通の黒髪で黒い格好よりもハイトーンで黒髪、いやハイトーンで黒い服の方が多分重くならずに済むなって思って、うん、なのでええやって思い始めましたいやそう黒髪も好きなんだが重くなっちゃうからねっていう話ですねカラフルなお洋服も持ってるよ。なんかね、白、黒、ベージュ、茶色、まあこの辺みんな持ってると思うけど、あと原色、結構色がとしてる無地の服とか、あ原色、まああと青デニム系の素材とかそういうのが得意というか好きなので、そうなんか髪色慣れてなんかなさすぎてさウィッグに見えるんだけど、ウィッグに見えない、多分髪のスタイリングの形もあると思うけど、めっちゃウィッグに見えるんだよねウィッグに見える、まだ慣れてない、馴染んでない目が。
ビッグじゃないよ。ほら。ね。背景までめっちゃ綺麗に染まってます。自己肯定感があるね。やっぱりなんかこう、まあ1ヶ月半ぐらい美容室行けてなかったから、そうそう、やっぱ髪も伸び伸びだったし、まああれはあれで、ヘアメイクがね、いろいろタクがあってそれはそれで良かったんですけど、髪がどんぐらい持つか、髪色も髪の長さも、うん、うん、ギフトありがとうございます。そういうことで明日はオフラインおしゃべり会、オフラインおしゃべり会だよ。なので会いに来てください。当日券の販売もあるそうなので、ぜひ髪色新しくした私に会いに来てくれてもいいんだぜ。本当に暑さ対策だけは、熱中症対策、暑さ対策だけは気をつけてください。よし。ちょっとネイルが落ちすぎだな。なんで？溶けた？よし。本日は終わりにしようかしら。ありがとうございました。男女読みます。13位のむさん、12位しんちゃろすさん、11位けいさん、10位いったさん、9位突破球さん、8位よしさん、7位マスルさん、6位しんいちさん、5位ベロさん、4位ひよりげたさん、3位いぬくんさん、2位とまおさん、1位とうごさん、ありがとうございます。ありがとう。ということで髪色も新しくなって嬉しい。また明日お会いしましょう。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日おやすみ村、バイバーイ。